染谷蹴りました、決まったゴール。前から行きます、前から行きます、沼津。どーんと攻撃の起点に非常によく なる佐藤なんですが、さあここは渡辺亮シュート打ったエース10番弾かれた、しかし弾きました、かける追っていきます、まだ追っていきます、奪った奪った、繋いだ、さあ9番と1対1、フランドは決めたか、打ったバーに上がっていく、フェリックシュート、決まった、中へ渡辺亮持ち込む、同点、大阪のロングスロー、ゴール前に行ってこれを決めていきました、まあ、昨シーズンのファジアーノ岡山から、原付設置でこのアスルクラウン、あーっとこのバックパスがそのまま、18分を経過しています、シュート打ちました、お決まった、低いボール、ボールとこれ上手かった、シュート打った、パスが入った、パスになる、フリーだ、ブラウンドシュート決まった、同点、大迫、前半はこの大迫からのクロスが多いんですが、どうでしょう、ファーに上がっていく、落としたところ、さあシュート打てるか打てるか、打った決まった、ゴール攻め続けまして、ついに点を奪いました、そしてこう鈴木健志郎落とした、徳永落とす、そしてシュート決まった、ゴールクロスが入りますが、1枚渡辺が落としてシュートに行けるか、シュート打った、決まった、中に入ってくるボール、さらに繋いでいく、シュート打った、決まった、ここパスが通る、ワンタッチワンタッチの後ぐらいに抜けてきた、さあここでもう一回シュート打った、シュート決まった、がある左にはブラウンのはフリーになっている、自分で打った、足がピッチに出てますので一時的に1人少なくなっています、 YS 横浜です、左から折り返す、コーナーキック、低いボールこぼれた、後ろからシュート打った、決まった、ゴール、ボール落としてきた、折りから、そして裏出てきた、さあ佐藤決まるか、川口ミスキックになった、小山抜き出して、小山抜き出してシュートに、さあ決まりました、鈴木から前に送る、前線ボックス内キープする、後ろに下げて佐藤のシュート、と弾いたけやった、もう一度シュートだ、行く回り込んでクロス入った、シュート打った、決まりました、ゴール、低いボールスルーをしてつながっていく染谷、その後ろ左サイドに出した前川が左足シュートを狙った、ブリューがいる、そして来た、さらに細かくすぐシュートを打った、決まった、ゴール、